ここから立つ練習します。両足タックルとかで倒されて、その時に立つ練習ですね。で最初はまずこうやってちょっとスペースを空けたところから練習します。その方がやりやすいん でここで押したら足を外してエビします。で手ついて、これがプレッシャーが強いと倒つけないんで親指引っ掛けてます。そしたらこの足を抜きます。で立ち上がります。まずマットに足を抜きます。この足を抜く。で片足を抜く。今みたいにスペースがあれば、こうやってスペースがあればすごい立ちやすいんです。まずはスペースのあるところからですね。ここで本当に頭つけさせないように脳だけしてスペース作って、まず手ついてこの足を抜きます。ね。でなかなか抜けないこの足が。そしたらこういうところを蹴って、蹴った瞬間に抜きます。で相手がついてきた時ですね。その時はフェンスを探します。こうやって立とうとしてもこのプレッシャーがついて立てないんで、そしたらフェンスを探す。フェンスに背中がついたらよじ登っていく。もちろん。初め一人でやると、まずクローズガードル、足をついて、抜いて立つ。で、ここで足が抜けなければ、ここで蹴って立ちます。で、相手がついてきたときは、フェンスを探す。フェンスに背中がついたら、後ろを上がってきます。差し返して。こんぐらいスペースが大事です。押しながら。これ、蹴って。背中ついたら、後ろを持ってきます。足が近いと畳まれちゃうんで、足離して。一人で練習するときはここでエビしてエビしてマットについたら背中でよじ登ります。よじ登ったらまたついてここから押していって背中ついたらよじ登っていく。足ついてここで蹴って抜く。抜いてマットついたらよじ登っていく。よしあ、面白かったね今。Roll out of the way, roll out of the way, roll out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 . You gotta get the way. Screw us a little bit more, a little bit more. Get out, get out. You gonna start a mount next time? I have to make that thing.